ジブリは面白いよ本当に。よし出番だ。オッケー。宮崎駿が語ったポンポコは絶対に失敗する宣言の謎にゃ、ジブリの教科書、岡田、ジブリの教科書49ページ46ページあたりを読みにゃ。オッケー。読み出すとんね、コロン様。46ページぐらいを読むと、どういうふうに書いてるというと、もともとは平成たぬき合戦ポンポコっていうのは、紅の豚を終わった後の宮崎駿の企画ぶち込みだったんだよね。パクさんは、まあ、高畑さんのこと、パクさんは、杉浦茂の漫画の800夜歩きをやってくれと、あれすごい楽しい作品だから。で、交渉、いわゆる大笑い、声に出して大笑いできるような作品やってくれっていうふうに言ったんだよ。見てる人がもうまず映画館で腹抱えて大きい声で声を出して笑うような作品やってくれって言ったんだけども、しかし高畑勲が何て言ったかというと、僕にはこの漫画の面白さが全然わからないし、映画館で声を上げて笑うなんてくだらないことだと思う。その時は言ったんだよね。後に方法景気を隣の山田君を通る彼がそういうふうに言ってですね。でもまあ宮崎駿の真意としては、僕は紅の豚っていう自分のことを豚だと言ったと。じゃあパクさんはタヌキだろうと、高畑さんあんたはタヌキだろうと、自分は欲望にまみれた何もかんも欲しくて女にもモテたい人間なんだけども、パクさんあなたは人も騙すし自分も騙すし、そうやって人を作って馬鹿したようなものを作るようなタヌキじゃないかと。でその時に宮崎駿が個人ブームだったのか分かんないけど、人間失格すごい読んでたんだって。その紅の豚終わったあたりぐらいからすごい人間失格を読んで、なんか自分はもう汚いとかそういうようなことを語るようになってたんだって。で宮崎駿がやっぱ高畑勲に本当に望んでたのは、俺はこんな人間なんです、もうすいませんっていうような高畑さんにも懺悔してほしいというふうに思ってたと。なんでかっていうと、まあ、ぶっちゃけ紅の豚で宮崎駿は自分の中で開き直って俺は欲望で生きるぜっていうようなことを言うんだけども、自分だけマルクス主義っていうのを捨てるのは辛いと、じゃあ高畑さんもというふうなことで自分のことをカミングアウトする作品作ってくれと、自分のことをタヌキだと言ってくれって言ったら、そんな作品になったかというと全然そんな作品にならなかったと。平成たぬき合戦ポンポコっていうのは、まずこのタヌキ合戦までは宮崎駿は認めてたんだけども、前に平成をつける、でおまけになんかまたどっかのテレビ会社の営業かなんかが、じゃあ思い切ってポンポコつけたらどうですかって言われて、高畑勲が大喜びして、そうだもうタヌキ合戦の前に平成つけて後ろにポンポコまで つけたらこの作品がどんなにくだらないか分かってもらえるだろうと、そういうふうにそのふざけたタイトルにするんだよ。でこのタイトルに宮崎駿はめちゃくちゃ怒って、後に井上寿司という文学者と話になった時に、井上寿司があのタイトルだけはねって言ったら、もう大喜びして、宮崎駿そうですよね、あのタイトルはダメですね、あんなタイトルをつける高畑勲の作品はダメに決まってるというふうに言い出して、鈴木敏夫がめちゃくちゃ困ってるという、あれそれ何年か前にアシュラ系ルギーの前でやったよなというようなことをまたやってんだけども、まあタイトルがその平成たぬき合戦ポンポコに決まった時に、宮崎駿がマジで怒って絶対に失敗するっていうふうに言って、鈴木敏夫にですね、俺のジブリを潰す気かっていうふうに散々言ったらしいんだよね。で次にポンポコがタマニュータウンを舞台にすると、都市開発のおかげで自然がなくなっていくっていう話にするっていうのを聞いて、今度はねいよいよ本当に制作中止しろというふうに言い出したんだって。平成たぬき合戦を今すぐ制作中止しろと、やめてくれないんだったら俺がジブリをやめるとまで言い出したと。それは何でかっていうと、なんかまあね、この本の中にはすっごいやんわり書いてるんだ、やんわり書いてるんだけども、ぶっちゃけ自然とかエコロジーっていうものを高畑さんにはやってほしくない。なんでかっていうと、自分は一応それで担ぎ上げられたような感じになってるんだけど、一生懸命自分の中ではそうじゃないそうじゃないと言ってると。なのに高畑さんがジブリを代表するような形で超大作ポンポコの中で、だって紅の豚は1年で作らされたのに、高畑さんは2年もかけて予算なんか何倍も使って作ってるわけだ。でそこでなんか心の中では引っかかってるものがあるのに、おまけに正面切ってエコロジーだ自然だというふうにやられたら、それはないだろうと。思い出ポロポロでガタガタになったスタジオジブリの作画班をやっと紅の豚で立て直したところだと。でもまたパックさんはボロボロにすると。じゃあ俺は引き立て役なのか、俺は低予算で1年で紅の豚作って稼ぐだけ稼いで、その稼いだ金や技術が上がったスタッフ使って、高畑さんはそんな社会的に意味があるような作品を作ってって何もかも持っててしまうのかと。でポンポコをこの平成たぬき合戦ポンポコを制作中心しないんだったら俺がジブリ辞めるっていうふうに、宮崎駿が面白いことのはね、これを高畑勲に絶対言わないんだよ。
そうでなくて鈴木敏夫にばっかり言うんだよね。もう本当に女学生の喧嘩だよ。鈴木敏夫にばっかり言ってそれを1ヶ月間言い出したんだって。でもうねこの本の中にあの時の宮崎さんは宮さんは多分狂ってたっていうふうに書いてんだよね。それぐらいおかしかった。でどうなったか、これね、辞めなかったら俺がジブリを辞めるっていうのがどう収まったのかって言ったら、ついに宮崎駿はあまりに怒って8時間連続で怒って胸を押さえてうーって言いながら倒れたんだって。で救急車呼ぶかどうかっていうことになって見てたら、いやさっさと呼べばいいと思うんだけども、どうも呼べないような状況だった。その辺がその鈴木さんが書きにくそうに書いている、正直あの時の宮崎さんはちょっと狂ってたと思うという状態だったんだろうね。その状態に宮崎駿を見せられないっていう判断もあったんじゃないかなっていうふうに僕はこの文章を見て思ったんだけども、結局その宮崎さんが胸を押さえて倒れてしまって救急車を呼ばずに、まあその日なんとか立ち上がって家帰れたんで、制作中止にするとか会社辞めるっていうのはもううやむやになったと。でしかしその宮崎駿はそんだけボロクソに言ってやめろと言っていた平成たぬき合戦ポンポコを試写会で見てボロ泣きすることになるんで、ボロ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 って泣き出して、それあの宮崎さんの横に鈴木敏夫が座ってて泣いてるよと思って、ボロ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 って泣いて、まあ家帰って、そうなんだけど、なんでそんな泣いたのか、そのあたりを考えながら平成たぬき合戦ポンポコ見てください。なんで泣いたのかっていう答え合わせは次回のニコ生でやろうと思います。なんで宮崎駿はこんなアニメ作るんだったら俺はジブリをやめるといったものに試写会で号泣するようになったのか、この視点で見てみるとちょっとポンポコも新しいポイントが見つかると思います。最後まで見てくれて本当にありがとう。チャンネル登録してくれたらもっと嬉しいな。